サンドウェッジで30から50ヤードのインサイド軌道を、しっかりそれで固めようって、どうしてもその短い距離ってなんか上から、まっすぐで考えがちだよね、そのスイングって特別なショットする以外は基本的なものは全部一緒だよ。外から見ると例えば下半身はそんなにちっちゃいものは動いてないよ、ね、そりゃそうね、ちっちゃな動きなんだから、その見えない見えない範囲ですごく多分動いてる。30から50ヤードの距離でも相反する動きを入れてるから、だからクラブヘッドっていうね、いつも自分の思ってるところにポジションに自分がキープできるから、そのスピードコントロールできるのに、フィア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 ってやっちゃったらコントロールできないから思ったよりも飛んじゃったり、それが嫌でフュッて緩めたりするかしら、みんな。じゃあ少しオープンに構えて、ヘッド上から下ろすのは特殊な打ち方を、特殊だね。そのカット軌道にやりやすいようにとか、もしくはちょっとハスに向けといてチョンっていうふうに自分がタッチ出しやすいようにやってるだけなんですよ。